インタビュー。ここ、パリのご自宅とアトリエ兼、そうですね、ここはアトリエの、はい、で今日はここで撮影させていただいているんですけども、このアトリエ自宅、先ほど実は健太さん帰ってくる前に、はい、結構2時間ぐらい見学させていただいたんですけど、でもビヤビヤでいやいや、ここいつから住まれてるんですか？もう8年ね、2009年から、あ、じゃあ 9年目ぐらい、はい、アトリエはね、はい、この5年ぐらい。あ、そうなんですね。ここってどういう基準で選ばれたんですか？そうですね、ずっとこのサンジェルマンとかこの辺っていうの昔からずっと住みたいところだったんですよ、うん、で以前はこれアリアンスフランセだったんですけど、そのそばで 4,5 年いたことあるんですけど、それがすごい良かったんで、はいはい、もし今度移っていくんだったら、この辺と狙ってたんですね、やっぱりボンマーチェとか、はい、でやっぱりテシェがあるよ、それでこういうところを探してたまたまありました、ね、超一等地ですよね、まあ、場所は便利ですよ、便利で、はい、でやっぱりね、その砂岩とかいろいろ怖いじゃないですか、うん、実際先ほどこうアトリエとご自宅拝見して、ピアノだったり仏像だったりぐちゃぐちゃです。いやいや、もうプライベートミュージアムみたいな感じだったんです。これはね、なんで、いや、いろんなものがごちゃごちゃあるんだけど、はい、以前はバスティーユの近くに大きな家を持ったんですよ、はい、それでいろんな需要がありまして、こんな咲いてるので、はい、で全部整理したんですよ。それでオークションにかけたりなんかして、持ってるもの全部ほとんど整理しようと思ってやったんだよね。それの売れ残りとか好きな、いやいや、逆にのこれだけは売らないでみたいなのがあったんじゃないですか。いや、まあ、それはありましたけど、そういうあれは何点かありましたけど、あとは、まあ、売れ残りとは新しく集めたものとか、そういうものでやっていますので、だから今上の方住むところを急に慌ててもやったもんですからね、買うとかいろんなものがちょっと合わなかったりして、今、改装をしようと思って、はい、それの最初なんですよ。全然そんな感じしませんよ。それで、そういう感じしなかったですか？なんかもう、いやいや、もう全部、現代アートのように置かれているみたいな。いやいやいや、一部はサロンとかね、はい、ああいうとこ全部、家具変えたりなんかするので、うん、ピアノは変なとこに置いたり、はい、だからそういうあれで、今、仮なんですよ。うん、だから、あと、これから、今月の終わり、ぐらいから少しずつ、はい、細かくなっていくと思うんですけど、家具のやり替えたり、はい、それからキッチンとかいろんなことを、うん、直そうと思ってます。ピアノといえば2台、いや、ピアノはね、僕はね、一つピアノっていうのをコンプレックスしたんですよ、これね。あ、そうなんですか。うん、コンプレックスっていうより好きなんですけど、はい、弾けないんですよ。あ、そうなんですか。僕はね、ピアノはね、小学校1年の時に終戦になったでしょ。で、うちも焼けたし、はい、で、小学校行ってる時に学校にピアノがあったんですよ。それで、先生が弾いてくれたのを見て、はい、あ、弾きたいなって、それでピアノの、あれを学校で習ったんですよ。その時にね、うちにピアノがないから、こういう発音紙かなんかに、こういう、はい、あれ書いて、それでピアノになったりしたことあるんですよ、うん、そういう思い出があるからね、なんか一つのね、はい、ヨーロッパに憧れるそういうのとか、うん、そういうと同じ感覚でピアノに憧れてる。だからバシのうちに出始めてピアノを買って習い始めて、はい、ここでも、ピアノを買って習い始めたんですけど、しょっちゅう僕すぐ飽きる本なんです。やってはまたやる。はい、で、2台あるっていうのは、はい、僕はね、ここに移った時点ですぐにモナコにも住んだことあるんです。ああ、そうなんですか。で、その後モナコ用にピアノを買ったりしたんで、それで今2台やるんです、ね。じゃあほぼ眠ってる感じですか？そうですね。さっきでも一緒に聞きましたよ。たまに弾いてるって。いやいや。だからもう一度、
もう3回 やり直したんですかね。だからもう1回やり直したぜひ。いや、ピアノもね、やっぱ頭のボケとかいい、いや、まだまだです、ね、今回一昨年、日経新聞の方で、私の履歴書でしたっけ、はいはい、連載ありましたけど、この、昨年末か、夢の回想録ということで。そうですね、去年の12月の、はい。ですよね。また新たに大幅に加筆編集してということで、この本も、まあ、改めて拝読して、新聞連載に、まあ、ちょっと加筆したぐらいかなと思ったんですけど、かなり加筆してますね。そうですね。はい、まあ、この、日経の新聞の、ま、時にいろんなこと全部結構話をしてたんだよ。それを全部かけられないのかけ、場所がないじゃないですか、はい、自分っていうのは、はい、それをここまとめてもらった。そうですね、うん、ちょっと大幅に加筆されてて驚いたんですけど、この中にもありましたけどね、あの冒頭でも少しあんまりネタバレしちゃいけないかもしれないですけど、体調崩されたりとか。そうです、ね、ちょうどもうちょうど2年前ですか、はい、2年前に、ね、何かの風邪をひいたり、うん、耳の鼓膜が破れたり歯が抜けたり、はい、そういうあれがあったんだよね、はい、そのしょっちゅう風邪気味で、うん、なんかおかしいおかしいって、うん、でいわゆるの血液検査やっても別に問題なかったんですよ、はい、それがね、まあ、調子体の調子悪かったんですけど、それがある日ね2月です、はい、の中頃に、うん、夕方になるといつもあのハッピーアワーでシャンパンなんか飲むの好きなんですよその時ね、その日のシャンパン飲んだんですけど全然入んないんですよ、うん、それでおかしいな、胃が悪いのかなと思って、それで友達と夜食事に行って、はい、いろんなもの頼む、好きなレストランに行って、うん、いろいろ頼んだんですけど全然入んないんですよ、うん、なんで食欲ないのかな、で、ここ多分胃がおかしいのかな。で、12日過ぎに家へ帰ってきて、はい、胃の薬とかいるもんで、うん、それで寝たんですけどね。はい、夜中の2時頃になってから、本当にもうこの、胃だけじゃなくて、もう背中のあたりが痛いんですよ。本当にこんな痛いのって初めてでね。本当に転げ回りまいたよ、はい。それ朝まで、朝早くまで待ってたんですけど、うん、みんな起こせないからね。で、7時頃に電話して、はい、で、いろいろやってもらったんだけど、お医者がなかなか来てくんないんですよ。うん、で、多分お医者も、痛み止め、胃の痛み止め、そういうのをくれたんですね。ずっとそれ飲んで、何の話聞かないんですけどね、夕方まで待ってた。で、お医者が来て見たら、見てもらった。あ、もう、お医者の顔がガッと変わって、あ、これ大変だって。それで、車で病院に連れてて、救急車じゃないんですけど、はい、病院に連れかけて、膵炎、はい、膵炎って名前あんまり知らなかったんですよ。本当に痛かったですよ、これは、うん、ですぐにそこにたまたま、まあ、部屋を取ってくれて、はい、まあ、入院を同伴の人も、はい、本当に痛かったですね。膵炎ってそこで初めて知ったんですけど、はい、膵道がんってのもなかなか難しいらしいって言いますよね、でもびっくりして、こんな大きな病動き始めてうん、それで、まあ、その後1ヶ月ぐらいなんですか、はい、この鼻から、はい、みたいな感じこれ、はい、1ヶ月ほど、うん、あれは厳しかったですね、トイレ行ったりするのもこういうのもそうですよね、うん、じゃあ今はもうそれで、はい、それが1ヶ月ぐらい続きました、はい、でもやっぱりもうきつかったですね、半年ほど、うん、何食事すごい気をつけない、ね、制限か、はい、油もダメ、いろんなのいろんなもの、うん、すぐ制限になって、はい、酒はもちろんダメです、うん、でもね半年ぐらい経ってからやっと
少しずつ物持って帰れるようになったし、はい、お酒もちょこっと飲めるようになった、はい、でももう1年半以上のしょっちゅう検査とかなんかやってるんですけど、うん、もう大丈夫です、うん、ああよかったです、うん、もうじゃあ今あれですか奇跡的です結構飛び回ってる感じですかこの自己自宅アトリエに頻度でまた向かいにいやそう、ね、例えばいや6月ぐらいからね飛び始めましたとアルゼンチン行ったりニューヨーク行ったりトルコに行って、はい、あと日本にたまたまちょうど1年半前にでその後いろいろ行きましたねロシアとか土佐回り越えそうかもう本当にもう全然大丈夫だった、うん、よかったです、うん先ほどもお話ししたこの夢の回想録ありましたけどもちろんファッションブランド世界的なファッションブランド建造、まあ、創設者で今のファッションデザイナーの高田建造という名前はよく知ってたんですけど建造さん個人のこう、まあ、パーソナルライフというか人生そのものってあんまり正直知らなかったんですね、うん、まあそれだけにこれもすごく反響が多かったと思うんですけどなぜ、まあ、その2年前のタイミングでこういうことを語ろうみたいに思われたんですかまあ、たまたまそういう大きな病気をしましたよね、まあ、これでも一つ人生終わってもう新しい人生これから新しいそういうきっかけもあったんです、ねうん、それとやっぱり新聞のこういう面の連載とか、はい、そういうので一回今までいろんなインタビューとかいろいろ 100% 言えなかったのが結構あったんですよ、うん、このいい機会だから、うんこのさっぱりと全部言っちゃった方がいいのかな、うん、そういうきっかけがありましたねやっぱり病気のこととか、ね、やっぱり そこがきっかけだったってことですねやっぱり年それとやっぱり年、うん、本当に、うん、今日ね健三さんそのメインテーマが、はい、こうまあ冒険心ということで定めさせていただいたんですけども、実はこの、ここはアトリエですよね、はい、先ほど自宅の方に行かせていただいた時に、はい、漢字で夢、はい、あれ有名などなたか書家の方いやいや僕の、弟が修二とかなんかいるって、それの先生がパリで、はい一度古典をやったことなんですけど、はい、その先生が、はい、僕が夢っていうのが好きってことで、はいはい、夢っていうのをあ、そうなんですね。まあ、健三さんのこの事例の中に夢追い人なんていうキーワードも出てきましたんで、まあ、まさに夢だなと思ったんですけど、今回その冒険心というテーマを定めさせていただいたのが、まさに、やっぱり今、もう激動の時代じゃないですか、日本でも。まあ、いろんな天変地異もあったりとか、いろんな。で、やっぱり、そんな時代環境にあっても夢を生き続けてる人もいると思うんですね、今、こういう時代でも。で、ただ、その夢が夢で終わる人と現実に変えられる人の、まあ、違い何かって考えたときに、この今回のインタビュー編集部内でもいろいろ話したんですけどやっぱりこれだと思ったらリスクを恐れず飛び込むことがそうですね、うん、一つそうなのかなと思って それがまあ言い換えれば冒険心なんじゃないかとその中でまあ真っ先に出てきたのが私自伝も読ませていただいたので、うん、まあ健三さんだと思いこうもう勝手に世界のどこでも行きますということで無理やり今回インタビューお願いさせていただいたんですけどいやこれを機会にいろいろ反省してみますとね、はいはいやっぱり僕は高校のあたりからなんか自分のやりたいこととか、うん、そういうなんかなんとなくぼやっと しながらでも、はい、なんか決めてたんだよね、うん、それがなんかそういう夢とかそういうあれのものを、うん中学高校のあたりからなんか持ってたみたいな、うん、それにの向かって本当突き進んだって感じですね、はいまあ、そのまま人生ずっと夢追い人ということでいや僕なんか高校の時にね大学行くか就職かそういう感じでしょ、うん、で大学もやっぱり受験勉強結構難しい大学もいっぱいあるわけ、ねはい、でどこの大学選ぶとかそういうの結構高校の時はすごい大きな問題ですね。そうですね、うん、どこに大学行きたい。ただ僕の場合はいろんなうちの経済的な問題とかいろいろあって東京には難しい、うん、大学の東京は難しい
だからうちから通えるところにしないと言われたんだよね。そしたら神戸大の姫路から行けるところって神戸とかぐらいしかないよね、うん、本当はね芸大とか美大とかそういうところに行きたかったんだけど、はい、京都まで行かないじゃないですか、うん、姫路だとね、はい、それでたまたま、はい、まあ僕の姉さんもね、はい、洋裁学校行っててひまわりとかね、それ言っての雑誌があるんですけど、それをよく僕が買いに行ったんですよ、うん、それ見ながら、ね、中原淳一さんの絵がすごい、はい、好きで、そういうのに影響されたと思うんですよね、はい、でこう中学の終わり頃から中原淳一先生の絵を真似たりね、なんかノートに一杯書き始めましたよ、うん、そのあたりかなんとなく、まあ洋裁学校姉さん行ってるからの、はい、ファッション雑誌でもないですけど、うん、そういうのを見たり、うん、なんとなくそういうモードの方にも惹かれ始めたんですよね、うん、だから大学選ぶのに僕一番最終的に選んだのは神戸の外大の外国にも関わりましたので神戸の外大、はい、それともう一つは最終的には夜間にしたんですよ、うん、そうですね、うん、お昼仕事してすぐに早いとこ背広が来たいとかそういうことも一つの夢だったんですけどね、うん、その住み込みでしたっけ、いや、うん、いや姫路から帰ったんです最初は、はい、神戸の外大の夜間に行ってお昼はね神戸の小さな貿易会社にあそうですねに行ったんでそれがきつかったでそれを何で選んだのか、うん、やっぱりそのあたりがねよく、神戸のその貿易会社の、はい、にでお昼仕事して夜の外大に行って家帰ってこれきつかったでしょ、うん、実はその何で選んだのかっていう話ありましたけど人生振り返った時にそのターニングポイントターニングポイントで決断をする時っていうのは基本的にお一人でされるんでしょうかそれか誰かに聞くタイプどっちですかこれはね自分で決めました大学に入ったでしょで仕事に通い始めましたそんなにきつくて、うん、たまたま1ヶ月ぐらいあったんですね、はい、姫路から神戸行く電車の中でチラシ、うん、の社内広告ですね社内広告にね、はい、東京 の文化通学院が初めて男子学生を受けたのつなぐ申し、でそのそれを見てびっくりしたんですよそれが大学入るとかいろいろの時にうちのお姉さんの学校の予算校そこにの聞いたりしたんですよ関西ですからね、はい神戸の田中千代さんってデザイナーだったそこの学校そういうところにいろいろ聞いてみたんだけどね、うん、男子はダメって言われたんで、うん、で全く諦めた で神戸の学校行き始めたり、はい、仕事始めたりしたんですけどたまたまそういう広告みたいなのが、うん、それが一つの一つですねそうか、まあ、その後ね文化服装に入ってこの本にもありましたけどもまあ、冒険というかしてきたなと思って。はい。まあ、そういう風に、まあ、人生振り返って、